議長、クヌギ、コナラ、イブキ、わかんないよ、いっぱいあんだよ。果樹園だったんだよ。そんな景色をよ、こいつらがこう育っていく姿をよ、一番いい眺めから見たくてよ、それで展望台作ったよ。そっからこいつらがこう育っていくのよ、見守っていくんだよ。ここは俺の山やった。ああ、こう削られてな、壊されとんねんこう。それな、俺のこう山一番よう知っとんのにゃな。お前ここ、俺に何も言うてきよってないねん。どういうことやほら、俺に相談してこいよちょっとでも。あ、もういいか。
2018年28日、作業7日目、用意。パイプ巻き、用意。
ちょっとトンネル揺らしてもらっていいですか。トンネルです。良くなります。これドノータワーっていうんですけど、あの仙台の栗原さんっていう人にの山で土をたくさんお借りしてドノー袋に詰めたんですけど、あの、ま、松が生えてきました。
2014年の夏に大分県で昆虫を...50匹ばかし殺しました。カブトムシ、クワガタムシ、カミキリムシ、ゼンゴロウ、トンボ、一匹ずつ瓶に詰めて マニキュアの液体をバターに染み込ませたやつを瓶に入れました。カチャ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 ギシ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 。一番最初大きかった音は徐々に小さくなって山で出会った昆虫さんが教えてくれたやり方で虫を殺しました。このパイプ、茨城県のラベンダー農園やってた。あった。街を見ていると遠くの何かがすごい光っていて、自分たちの体にアルミホイルをいっぱい巻いたら蒸し焼きになってしまうんじゃないか。
団子を全部テーブルの上に下ろします。全員で回します。やめとこうか。ちょっと急ぎで。星野君、置いたとき数言っててください。何連か、お願いします。1個目いきます。数が分かるようにどんどん1、2、3、4、5、6くらいいけるくらいいきましょう。はい、499個乗りました。一つだけ、10秒だけ、全員テーブルに乗ってる人全員前をいいか。終わります。ありがとうございました。協力していただいた方々、ありがとうございました。
無事展覧会終了ということで、はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。生徒さん、字余りにしてもらっていい